はい、俗日本百名城田丸城です。こちらもちょっと分割で写している関係でですね、こっちから今日入ってみましょうかね。これは何かと、まあ、門のように見えますけど、まあ、長屋、大きさはですねそんなになくてですね、いわゆるあの普通のお城にあるような横に長屋な門ではなくてですね、まあ、富士見門って名前ついてますけど、いわゆる長屋門ですよね。こちらに書いてある通りなんですが、まあ、あの指定のなんていうんですかね、まあ、住宅のといった方がいいですかね、お城のというよりも、住宅のそういう門があってですね、その長屋門をこちらに移築したと、そのようなことが書いてある感じですね。まあ、二の丸には富士見台っていうところがありまして、さっきあの絵図をお見せしましたけども、そういう地名なんかも結構残ってますんでね、まあ、江戸中期のものですから、まあ、結構古いですよね。まあ、移築といってもね、瓦とかもこれ大丈夫なんですかね、なんかすごい古い感じで落っこちてきそうですけどもね、まあ保全とか修繕されてるんで大丈夫だと思いますけどもね。下がコンクリート入れてますかね、少し直してるみたいですけどね。まあ木造なんでね、傾いたりしますよね。これ瓦の綺麗なもんがねいいですね。はい、じゃあ今日ちょっとこっちから入ってみましょうかね。上に神社があって、まあ、あの割となんですかね、真っ平らというか、あの、その本丸っていうんですかね、まあ、あのちょっと細長いというか、そんなようなお城ですんで、まあ、いきなり天守に向かう人がほとんどですので、まあ、こっちのね土の感じも、石垣が見どころだとは言いましたけど、もちろん、平山なんで、こういった土の感じも結構残ってますよね。まあ、多少この辺は今風に直しちゃってますけど、もともとはですね、こう掘削したような、これも人工的に当時のものではないと思いますけどね。まあ、場所は当時のままなんで、まあ、おそらくこれは井戸じゃないな。なんか水利施設が入ってますかね。まあ当然今最初にお見せした池もですね、まあ、井戸というような水場には困るようにはしてないはずですから。この辺にね神社があるんですけど、その辺もね石垣があるんで、こっち行ってもいいんですけど、ちょっとなんですかね、遠回りというか、その割にあの山ばっかりって感じなんで、まあ時間ある方はね見ていただければ、やっぱり見どころをお見せ、してご紹介するというちょっと目的がありますね。もう見えていますが、分かる通りかなりこう石垣がね、まあ、これもあの石垣がないですけど、石垣があったような形状にも見えますよね。崩したのか崩れたのか、まあ、これ細い道でね、まあ、こういうルートで、私のビデオを見てその通り行きたいんですけど、まあ、あの行き方がよくわからないんですけどっていう話を聞いたことありますけども、すいません、あの地図で書いて送りましたけど、やっぱり来てみないとわかんないんですよね。あの観光ガイドとか、その他マップにはそういうことは書いてないんで、何を目的に来てるかということですよね。まあ、そこにちょっとちらっと石垣が見えますけど、そこに池があって、さっきの、長屋門があるところですね。そこから上がってきて、この辺もねこう雰囲気があるんですよ。何をお見せしたいかというと、ここですよ。この辺をねきっちりやっぱり写真撮らないといけませんし、向こう側の方にあの大きな石垣がね見えてますけど、あちらの方がどうしてもメインになるんでね、こっちは見逃しがちやすいんですけど、裏側にもこれほど立派な石垣があるということをちょっと覚えておいた方がいいと思いますね。まあ、石垣とかあの土塁とかね、この好きな方は、じっくり見ると思いますけどね、ちょっと時間ないなっていう方はどうしても天守ピストになってしまうんでしょうけど、ちょっと崩れた感じもありますけどね、まあ当時のものでしょうかね。まあ、いろんな積み方がありますけど、これ上はあの神社です。はい、こういうふうに、まあ、堀というか、今歩けるようになってますけど、ここで土でかなり、そうですね、3、4メートルぐらい、3メートル以上ありますか。まあ、ここもね、水はないですけど、空堀というか、防御の一つの作りなんでしょうね。これだけでもね、やっぱりこう、登って降りてって、ここまで上がってきて、まだ登るのかなっていう、ちょっと奥も見えないですし、どんな城なんだろうって、昔は空車とかなかったですからね。ここはちょっと広いところに出ますね。でさっき、ま、あの道を
上がってくるとこうここに出てきてぐるっとですね、まあ、これちょっとあの舗装してあるんでサイクリング道路っていうんですかね、昨日鳥羽方面に行って大雨でずぶ濡れになったんですが、今日は、なんとかいい天気になりそうです。まだ開花が全部じゃないですけど、はい、ちょっと、ね、やっぱりお城といったらね、桜とか梅とかそのもうここはねちょっと観光地というか、どうせですからね、その時期時期に合わせてできるだけあのお城はこう春夏秋冬っていうんですかね、朝昼晩というか夜夜景も撮ったりして、そのお城の雰囲気がすごく変わりますんで、そういう撮り方をしてますけどね。土塁とこんな大きく書いてますね。まあ見ればわかると、まあ、一般の方はねこれ何なのかなって、ね、ただ持ってあるだけなのかなっていう感じですけどもね。ちょっとねあの花の撮影をしに来てるわけではないので、周りはあのこういう土塁関係でね、ちょっと水が入ってたんですかね、空堀じゃないですけど、ね、今はっきり言ってちょっと石垣マニアじゃなくて土塁マニアになりそうですけど、あの人工的に持ってる土っていうのはなかなかね、あの見分けちつく場合とつかない場合ありますけど、まあここの場合はねちょっとこれだけこう丁寧にというか掘削してる感じなんで、はっきり分かりますよね。そしてこう石垣がついてるところはですね、なおさらよく分かると。これも石垣でもしかしたら昔は囲んでたのかもしれませんよね。今ここ直しちゃってますよね。あ、これですね、これですね、はい。まあ、こうやっぱり雨風とかね強いと台風とかは昔からありましたからね、そういうのでちょっとこう壊されてしまったりするんでしょうかね、流されたり。まあ、石垣の辺はねこんな感じで、まあ、あの古城の石垣じゃないですけど、あの今のね新しい石垣というか、造成されたものばかり見てるとちょっとこういったものにね急に目が行くようになりますけど、なんかこうまあ別に新しいからダメとかではないんですけどね、まあ、最近ですとあの東日本の震災以来復興した奥州の白川城とかね、先月も行ってきましたけど、まあ、なかなかね、あと石垣山城、あと土の山といえば山中城、北条氏ですね、伊豆の国、あの辺も行ってきましたけどね、私は関東在住なんで、関東東北は近いんでよく行きますけど、まあね、近畿圏特に東海圏もよく来てますんで、こう自撮り棒とか持って撮影してる人がいたら、ああいつだということでよろしくお願いします。前声かけられたんですけどね、あの方違うのかな、あの YouTube 見てるかは聞かなかったんですけど、あなんか撮影ですよねって言ってたんで、まあ、どう見ても撮影に見えるんでしょうね、まあ、たまにあの100人に1人ぐらい YouTuber ですかとか、全然 YouTuber じゃないです、はい、お城 YouTuber なんていないですからね、ここからはもういつもの通りというかご覧の通りですね、すぐ下まで車が入ってこれるんで、まあ、この辺の情景というか石垣の雰囲気を見た方っていうのは結構いらっしゃるかと思うんですけども、はい、またちょっと長くなりますんで一回切りますね。長屋門のところから、まあ本丸というよりも、周りのこう湯口の付近の石垣周辺でした。